今日のトピックはですね、アメリカで所有するアパートメントについて、そのアパートメントの修繕で高くつくアイテムっていうのは何なのか、またそれをオフセットするためのインカムソースは家賃以外に何かあるのかということで、私のアパートメントを例にしながらですね、皆さんと今日はシェアしていきたいと思います。アパートメント同士に関してはよく質問でいただくんですけれども、どういった形で進めていくんでしょうか、個人でも買えるアパートメントはありますかということで、もちろんそれはあります。でカテゴリーでいくとですね、アパートメントといいますか、モータイユニットっていう言い方をしますので、1つ以上にユニットがある、2ユニットのものはデュープレックス、3ユニットのものはトライプレックス、4ユニットはフォープレックスってなって、どんどん大きくなっていくんですけれども、個人で簡単に始められるというと、この2から4ユニットというような、集合住宅っていうのが簡単に始められる部分かなと思うんですけれども、今日はですね、私もそのメンテナンスに関してということで、自分の物件も見に行ってきた部分などを皆さんとシェアしながら、お話を進めていきたいと思います。こちらのチャンネルではアメリカ不動産投資に関して役に立つ情報を私自らの体験をもとに皆さんとシェアさせていただいていますので、まだチャンネル登録がまだ済んでないという方はぜひ下の部分からチャンネル登録をしていただいて、すごいこの話題が聞きたいなと思った方はいいねをぜひ押してください。はい、ではですね、まずお金がかかるアイテムナンバーワンとしまして、必然的に集合住宅っていうのはユニットがいくつもいくつもつながっている状態という感じのものが、比較的カリフォルニアでは一般的なアパートメントになるんですけれども、ということはこう屋根がすごくいっぱいあるじゃないですか、一軒家と比べると。なのでこの屋根を交換するとなると非常にコストがかかります。もちろん面積が大きいからっていう部分もあるんですけれども、物件を買うときにその屋根のコンディションというのは、間違いなくチェックした方がいいかなと思うんですけれど、私もですね、12ユニットの屋根を、全部交換したりしたこともメンテナンスの一環でありましたので、もともと買った物件がすごく古くて、金額的にはすごく安くて、それを全部リノベーションしたという背景があってたので、それも、いいかなと思って買ったんですけれども、ぜひ自分で買う場合、すごく大きな出費を考えたくないなと思ったら、まず屋根の状況っていうのは、一番に見るべきではないかなと思います。それからナンバー2、そのアパートメントの敷地の中に大きな木があるかどうか。でもこの大木っていうのは本当にいろいろな面で被害を家に及ぼしますので、もちろん根っこが生えて下から地盤を浮き上げてしまったとか、またあとはその葉っぱがいっぱい落ちてくることによってのメンテナンスの費用がかさむとか、いろいろあるんですけれども、今日はですね、たまたま私もその問題が私の物件でもありましたので、後ほどビデオをシェアさせていただきたいなと思うんですけれども、大きな木があった場合っていうのは、それがエバーグリーントゥリーと言われている緑葉樹なのか、落ち葉が落ちるディシジュアスと言われている落葉樹なのかにもよってメンテナンスのフィーっていうのは変わってくるんですけども、もちろん葉っぱが落ちれば落ちるほどそれだけメンテナンスがかかるし、実がなったりしてまた実が落ちたりすると、それが原因でそれもメンテナンスの一環になってきてしまいますので、まずはその大きな木が、あるかどうか、それによっての、どういった、災害とかどういった害が、物件に対して及ぼすのかっていうところを、考えていきたいと思いますので、まずはこれは修繕するとなると、ちょっと金額的にかかるかなというのは、その木による被害があった場合ということになります。ナンバー3で、アメリカはですね、とかく土地が大きいので、そのアパートの建っている土地が必要以上に大きいっていう場合があるんですよ。もちろん駐車場スペースなんかもあるんですけども、その後ろ側にテナントたちが使えるようななんかお庭みたいな部分があったりすることも非常に多いので、そちらのヤードメンテナンスっていうのが必要になってきます。なのでもちろんそのヤードがあまりない物件っていうのもあるんですけども、結構ヤードがついてくるっていう物件が多いので、そうなった場合、どういうふうにしてそのネガティブとポジティブを相殺するか、もちろんヤードメンテナンスなので、もしも芝生があったら芝刈りしたりとかいろんなメンテナンスがありますよね。そのためにお金も払うけれども、じゃあその、スペースがあるから何か特別なことができないかっていうのは、ちょっと次のカテゴリーでお話ししたいと思うんですけれども、そのヤードメンテナンスがどれぐらいかというような経費も、ぜひ見てみてください。それからナンバー4、これは結構やはりその土地が大きいということもありまして、そのユニットが長いので一軒よりも必然的に大きくなるので、そのフェンス、境界線のフェンスの修繕となると、もちろんその長い分だけ、メンテナンスとしてかかると。でやはり木の、フェンスですと、もちろんペンキを塗り替えたりということで、大体本当に7年に1回ぐらいは建て直しする必要があるので、もう思い切って、ブロックウォールにするとか、いろいろな
アイデアはあるんですけれども、そのフェンスの交換となった場合は一番安いのはもう木のフェンス、それからバイナルフェンス、それからブロックウォールという形になっていきますけれども、それぞれの費用を確認しながら、そのもしも購入するときは今現在どういうフェンスが立っているのか、そして今自分がアパートメントを持っている場合は自分のフェンスがどういう状態なのかというところで、そちらは直すとなると本当にお金がかかりますので、こちらもチェックしたいポイントです。それから最後に挙げますのがポイントナンバー5として、プラミングになります。これは、まあ、あの水道管だったりとか、まあ、ガス管だったりっていう管が、そのアパートが例えば12ユニットで5分長いとすると、その天井の上にこうブワーッと一列にガス管が配置されていて、それぞれのユニットに供給されるような形になっていますから、やはりね、あの物件のその築年が古いと、そのガス管もあのまあ小さ、あのそのサイズが小さかったりとか、まあ、ちょっと古かったりとかするので、まあ、それを一気に全部取り替えるとなると、私もこれも12ユニットでやったんですけれども、結構な金額になりますので、もともとすごく安くて、それを全部直すと思って買ってる人以外はですね、ぜひ、そちらの状況っていうのは、まあ、もちろん買う時にはインスペクション入れられますから見れますので、それでもしもあのアップトゥーデートになっていなかったら、売り手の人と交渉するとか、それを見越して値引きをしてもらうとか、そういった考え方はあると思いますけれども、こちらのプラミングっていうのは直すとなると、やはりお金がかかるアイテムの一つです。ではですね、あのちょっと私の、物件視察を、兼ねてですね、ちょっと現場からのビデオと、シェアして、今のお話を考えながら見ていただければいいなと思いますので、こちらご覧ください。Maple. Oh, this is the maple 644. So this is 644 maple. This is a 12 unit.こちら、私たちの12ユニットです。そう、この物件買った時12ユニットのうち10件入ってなかったんですね。それを全部直してこのように綺麗にして、今満室で入っています。あら、窓割れてるね。窓が割れてますね。Oh, hi. So we have ガスメーターがこうやって一つ一つユニットごとについていますね。はい。So do you know what happened to this fence? Right here? Oh, when we started to put it up, and I couldn't see any point in spending money on that fence over there. Was fine, That's right. I think it's fine for now. Let's just leave it the way it is. So eaves. We are ready for paint. Yeah, I think so.ペンキそろそろやり直ししないといけませんね。最初ここは別にディスカラーでもいいかなと思って残してたんですけど、それからあとはこちらのが、また、他の6ユニットが入っています。そう、この、葉っぱが落ちてるから、ちょうどこのイーブスって言って、この雨の雨どいみたいなの、こういうのがあるんですけど、この中に葉っぱが入っちゃうんですよね、あそこみたいに。やっぱりそうするとメンテナンスとしてはいけないので、ここね、ほら興奮して入ってますので、こういうのはもう取ってもらわないといけないですね。こういうところも、もしも皆さんも、物件を持っていたら、こういうところも注意するようにしてください。なので、やっぱりこのようにして、これだけ屋根のところにタッチしてると、それなりにやっぱりダメージが大きいので、これはトリムの必要ありですね。はい、こちら A ユニットは、去年1軒、おととし1軒買ったんだよね。ここと、あとお隣さんもうちのです。こちらが8ユニットなんですけども、結構綺麗に使ってもらってますね。まあ、窓も結構新しい窓を入れてますので、しばらくはメンテナンスもあんまり必要ないんじゃないかなというふうに思っています。壁も綺麗に塗れているので、ペンキの塗り直しもないし、ここはですね、結構こんだけ大きいバックヤードがついてくるので、皆さんコミュニティヤードとしても使うことができます。 So we don't have a fence in between the unit? ユニットを後ろから見るとこういう感じで、実はここに隣とのフェンスがないんですけど、まあ大きな遊び場としてテナントさんには使ってもらっています。屋根もイーブスも状態がいいので、まあメンテナンスがここはきちんとされて
いるので壁の塗り替えもないし、特に中もリモデルされているので特に修繕することはないと思います。しばらくテナントも綺麗に使ってくれているようなのでチェックって感じですかね。こちらは6ユニットなんですけれども、ここもやっぱり木があるので上に枯葉が溜まっちゃってますね。ここクリーンアップしないといけません。なんですけどペンキも、きちんと綺麗に塗れているし、特にここもまあローメンテナンスで、植物よりは砂利のようなものを置いています。この物件は、特にメンテナンスはここの上の、葉っぱを処理するぐらいで特に大きなものはないですし、テナントさんもみんな満室で入ってくれています。チェックチェック。ではですね、こういった経費をどういったところで相殺してエクストラインカムに変えていくのかということになりまして、家賃の上昇というのはもう言うべきものでもなく、本当に毎年毎年上げていく。私サクラメントに限っては6ヶ月に一度上げてきたんですけれども、去年と一昨年上げてきたんですけれども、家賃はもちろんそのテナントが入れ替えることに上げるとか、まあ、そういった工夫はする必要があるんですけれども、こういった例えばそのヤードが大きいということを理由にですね、まあ、私はこちらの6ユニットでもやってますけれども、テナントさんがみんなで使えるベジタブルガーデンを作ってあげてですね、まあ、それを区画で分けてベジタブルガーデンのチャージを1人、まあ、本当に10ドル20ドルという金額ですけれども、使いたい人にはそれで提供して使ってもらっています。それから、次のポイントとしましては、私は12ユニットではやってるんですけど、コインランドリーをつける。大体こういうアパートっていうのはランドリーファシリティがそれぞれのユニットについてこないというパターンがほとんどなので、まあ、デュープレックスとかになるとちょっと違いますけれども、これもうアパート形式、本当に4ユニット以上となるとそういうランドリーシステムがないので、その追加をしてランドリー施設を作る、そこにランドリーは買ってもいいですし、まあ、リースもありますからコインランドリーシステムですので、今は本当にコイン入れなくてもカードでもいいですし、まあ、それはかなりエクストラインカムになりますよね。その住人の人もわざわざコインランドリーしにドライブしてどっかに行くってこともないので、そこのところに、コインランドリーとしてランドリーファシリティをつけるっていうのもエクストラインカムの一つになると思います。8ユニットでも やろうかなと思っていること、それから12ユニットもやってますけれども、空いてる場所にストレージという、自分でいろんなものを置いておけるようなストレージを作ってあげて、それをテナントさんにまた30ドル50ドルっていうのを追加して使ってもらう。ガラージがありませんから、やはりそういうところで自分でいつも使わないような荷物とかがいつも外に置いてあるっていうのはちょっと見苦しい部分もありますので、そういうところを使ってもらうということで、まあ、土地があるからそういったことも建てられるということになるんですけれども、これ本当にチャージするときは一応そのテナントさんがそれを借りたいことに借りることに興味があるかっていう、まずはお手紙でお知らせして、でほとんどの人が使いたいというだったら建てるっていうような考え方になっていくと思うんですね。使いたくもないのに建てても誰も使わなかったら結局経費が無駄になってしまいますので、それは建てる前にテナントさんに聞いてみるというのは一つのいいアイデアだと思います。ではこちらもですね、実際に私のアパートで、まあ、ちょっとそういった話をしながらビデオを撮ってる部分もありますので、こちらご覧ください。いや、これだけいっぱい外に物を置いてるってことは多分物置後ろに建てたらお金取れるんじゃない。 If we built some storage out there and if the tenant is interested, $50 a month. Yeah, so well, we'll have, so what we do is we put a letter on each door. If they want it, then they have to pay first and last month. We'll go ahead and put it up. Yeah. But they're going to have to pay, $100 each. Yeah. And we're going to have a certain amount that are ready to go. So right. I would never spend money on something unless it's guaranteed. Yeah. But so, everybody's going to say yes otherwise. だよね。そう、だから、やっぱりこういう状態だとあまり綺麗ではないので、後ろに結構スペースがあるので、ストレージを作って、エクストラのインカムを得るっていうのも一つのやり方ですので、ちょっと考慮したいと思います。まあ、こういうのはね、本当に来てみないと状態ってわからないので、こうやって来てみるとやっぱりテナントが必要か必要じゃないかっていうのがわかると思います。こっち側の人は結構綺麗にしてるのね。はい、ということで、アパートをアメリカに所有した場合の、まあ
一応ね、その大きな出費となる修繕アイテムというのはどんなものなんだろうか、それからそれをオフセットしたい場合、家賃以外に収入が取れるとしたらどんなやり方があるのかなっていうようなお話で、私が実際にやっているものを今日は皆さんとシェアさせていただきました。この情報が良かったと思ったらぜひいいねを押していただいて、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。 See you next time. Bye bye.